今日ばっかりは本当に許さねえ。そう言うと旦那は玄関からパッドを持ってきて私のお腹にめがけて殴りかかろうとしてきた。やめ、やめて。ケンスケ、お前は何しとるんじゃ。私の名前はアスナ、妊娠9ヶ月の臨月の妊婦で、旦那姑と二世帯住宅で同居している。姑は私たちに気を使って夫婦の生活に干渉してくることがなかったので、主に旦那と二人で生活をしていたのだが、妊娠してからというもの旦那のモラハラがひどくなった。おいアスナ、お前太ったよな。今体重何キロあるんだ。え、この前測った時は53キロくらいかな。お腹もだいぶ大きくなったからね。はあ、女で50キロ超えとかデブすぎだろ。女なんだったら妊娠しても50キロ以下に抑えなきゃダメだろ。何よ、お腹に赤ちゃんがいるんだから仕方ないじゃない。この子だって毎日成長してるんだから。俺に逆らうな。それに顔もむくんできたよな。まるで家畜の豚みたいだぞ。はあ、豚？妊婦に向かって家畜の豚はないでしょ。てかお前その生姜焼き食べるつもりなの？え、ダメなの？豚が豚を共食いしてんじゃねえよ。お前は家畜らしく草だけ食ってりゃいいんだよ。だからこれは没収な。俺が食う。はあ、ひどいわ。旦那は毎日私の体重を聞いてきて、少しでも増えていると食事を没収するのだ。さらに旦那は妊婦である私をまるで奴隷かのように扱ってくる。アスナ、シャンプーが切れてたぞ。ああ、気がつかなかった。でも替えは棚に入ってたでしょ。そうじゃなくてさ、なんで切れる前に詰め替えておかねえんだよ。詰め替えるくらい自分でできるでしょ。やってよ。はあ、お前はずっと家にいるんだからそれくらい気づいてやっておけよ。妊婦だからって甘えてんじゃねえよ。あと今日着た洋服すぐに洗っておいてくれ。明日着たいから。今から？もう夜よ。寝かせてよ。明日じゃダメなの？ダメだ。明日は取引先と打ち合わせがあって、どうしてもあの服じゃなきゃダメなんだ。だったらケンスケ自分でやればいいじゃない。俺は仕事で疲れてんだよ。家で家畜みたいにゴロ寝してるお前と違って、俺は会社で一生懸命働いてるんだ。俺のおかげでお前は専業主婦ができてるんだぞ。感謝しろよな。私だって大きいお腹で家事やってて結構大変なのよ。少しは分かってよ。はあ、甘えたこと言ってんじゃねえよ。とにかく今から洗濯しておけ。あと、きちんと乾かしてアイロンもかけるんだ。分かったな。分かったわよ。旦那のモラハラは日に日にひどくなっていった。ある日、私は臨月から来るストレスもあり、ケンスケと激しい口論になってしまった。アスナ、風呂場ちゃんと洗ってるのか？え？ちゃんと洗ってるけど？じゃあ浴槽の黒カビは何なんだよ。妊婦だからって掃除サボってるんだろう。ちゃんと毎日やってるわよ。それにお前また太っただろう。なんだよそのハムみたいな足は。紐で巻いたらボンレスハムだぞ。はあ、また私を豚呼ばわりする気？本当にありえない。だって本当のことだろ。妊婦だからって毎日ブクブク太りやがって。少しは女ってことを意識したらどうなんだよ。ケンスケさ、私に文句ばっかり言ってるけど、少しでも家事を手伝ってくれたことある？だって家事は主婦のお前の仕事だろ。なんで俺がやんなきゃいけねえんだよ。結婚した時は家事も協力するって約束したよね。なんだよそれ。覚えてないの？俺は外で一生懸命働いてるんだからいいんだよ。お前は家の中でくらい働けよ。ああ、もうあなたとはやっていけないわ。ずっと言わないように我慢してたけど耐えきれない。ケンスケ、私たちは離婚よ離婚。はあ？何ふざけたこと抜かしやがってんだてめえ。すると旦那はバッと立ち上がり、近くにあった焼酎の瓶で私のお腹を殴ってきた。キャー！私はお腹を殴られた勢いで床に倒れ込み、その拍子に破水してしまった。さらに旦那は私の頭から焼酎をかけてきた。大きい音したけどどないしたんや？あ、母ちゃん、なんでもないよ。騒ぎに気づいた義母が私たちの元にやってきた。そして義母は倒れている私を見て驚いた。何があったんや？ぎゅー、アスナさん、アスナさん、しっかりせえ。私は義母に名前呼ばれていたが、
意識が朦朧としてしまい、そのまま意識を失っていた。目が覚めると、私は病室にいた。アスナさん、やっと目覚めた。よかったわ。ここは病院やで。アスナさん倒れて意識失ってもうたんや。お腹の子は大丈夫でしょうか？お腹の子は無事みたいやで。よかったな。ケンスケは、どこに？あいつ、嫁をほったらかしてどっか行ってもうた。ったく、どうしようもね、息子や。それより、ケンスケとなんかあったんやろ？あいつなんか隠してる様子やったし、隠し事があると手をもじもじさせる癖があるからな、わかったんや。実は、私は義母に、旦那のひどいモラハラ内容を告白した。なんやって？そりゃほんまかいな。はい。あのバカ、クズ、ゴミをたんこなすめ。お母さん。あいつ昔から近所の子犬や鶏に嫌がらせするようなアホでどうしようもない息子やったけど、嫁いびりまでしてたんか。それに妊婦の腹を殴るなんて、我が息子ながら最低やな。すまんな。お母さんには申し訳ないんですけど、私、ケンスケとはやっていける自信がなくなりました。私もケンスケの母親はやっていけんわ。あんな悪魔みたいな息子いらんわ。はい。どうやって懲らしめれば。まずは証拠を集めてやらんとな。そうですね。私にいい考えがあるんやけど。考え？ちょっと耳貸してや。ゴニョゴニョ。ねな。ゴニョゴニョゴニョ。それで、ゴニョ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 。それいいですね。私、早速家に帰ったら準備しますね。頼んだで。ね、もしアスナさんに危害が加わりそうな時は、私が飛んでったるで。安心せえ。これでも握力は50キロあるし、力には自信があるで。今でも毎日1時間は筋トレしてるからな。だからその筋肉、とにかく頑張ってみます。よっしゃ。そんじゃ決まりやで。私は、義母の提案に賛同し、家に帰ってから颯爽と準備をした。そして私は作戦を実行した。うわー、今日のご飯は本当に美味しいわ。ステーキもあともう一枚焼いてこようかしら。ご飯もあと3杯は食べなきゃ。おい、アスナ、お前これ以上豚になってどうするんだ。本当に豚小屋にぶち込むぞ。ほら、このステーキも没収だ。俺が代わりに食ってやるから。ああ、何すんのよ。これは私のステーキよ。取らないでよ。優しい旦那がお前のためを思って言ってやってるんだぞ。何が優しさよ。50キロ超えたくらいでデブ呼ばわりして。女で50キロはデブだろう。いや、160センチくらいの女子だったら50キロなんて普通よ。あなた、私以外の女の子と付き合ったことなかったから分からなかったんだ。ごめんなさい。なんだと？モデルはみんな40キロ台だろ。いや、私はモデルじゃないし妊婦だし。てか、あなたの方こそ太ってきたんじゃない？はあ？どこがだよ。ビールの飲みすぎか何かは知らないけど、何そのボヨーンとしたお腹は。ズボンの上にお腹がしっかり乗ってるわよ。あ、もしかして私だけじゃなくてあなたも子供ができたの？なんだとこのクソ女、こら許さねえ。キャー。旦那からの暴力は少し怖かったが、思惑通り作戦は順調だった。毎日わざと旦那を怒らせては、心の中でクスクス笑っていた。アスナ、この洗い物の量は何なんだよ。昨日の夜使った食器もまだ洗ってないのかよ。あー、ごめんね。体が重くて動けなかったのよ。ケンスケ、代わりにやっておいてくれない？洗い物はシェフのお前の仕事だろ。お前がやれ。それになんだよ、あの洗濯物の量は。あー、明日やろうと思って。ついでにやっておいてよ。私、体が重くて動けないのよ。はぁ？私よりも身軽なケンスケがやった方が早いんじゃない？あ、もしかして、ケンスケも太ったから動けないとか？なんだと？デブはお前だけだ。それに、俺は外で働いて疲れてるんだよ。ケンスケさ、仕事仕事って言うけど、あんた大した稼ぎないじゃない。はぁ？なんだと？私が現役で働いてた時の方が、もう少しお給料もらってたわよ。それに、お隣さんの旦那さん、あなたより若いのに、もう部長だってよ。あなたはまだ平社員じゃない。そんなんで立派に仕事してるつもりになられちゃ困るんだけど。はぁ？お前、どの面下げて言ってんだよ。この面よ。それと私、この前買い物帰りに、
あなたが取引先に土下座してるの見ちゃったんだよね。またミスでもやらかしたの？ああ、だから未だにヒラサインなのか。仕方ないね。なんだと、お前最近調子に乗ってんだろ。俺のこと散々バカにしやがって。今日ばっかりは本当に許さねえ。そう言うと旦那は玄関からパッドを持ってきて、私のお腹にめがけて殴りかかろうとしてきた。やめて。すると、そこに義母が勢いよくやってきた。こら、バカ息子め、何しとんじゃボケ。義母は私に殴りかかろうとする旦那に思いっきりスライディングをした。義母のスライディングで旦那は見事にバランスを崩し、間抜けな顔をして仰向けに倒れた。か母ちゃん、なんでいきなり。おかんさっきから見とったんや。いや、一人称おかんって。ケンスケ、お前は何しとるんじゃ。昔っからよその大根引っこ抜いたり、タヌキに嫌がらせしたり、どうしようもない息子やったけど、お前自分の嫁をバットで殴るなんてどんな教育受けてきたんや。あ、私か。な、母ちゃんには関係ないだろ。これは二人の問題だぞ。ケンスケ、実は私、お母さんに協力してもらってたの。この様子もカメラやボイスレコーダーでしっかり撮らせてもらってるわ。せやで、おかんすごいやろ。カメラ？私はカーテンの後ろに隠れていた隠しカメラを見せた。てめえ、俺をはめやがったんだな。本当に汚ねえ嫁だな。絶対許さねえこの野郎。旦那は私にまた殴りかかろうとしてきた。しかし義母は殴りかかろうとする旦那を思いっきり背負い投げした。こんなバカ息子、自分が妊娠させた嫁を殴るやつがあるか。殴ってええのはおかんとサンドバッグだけや言うてきたやろ。おかんは殴っていいんだ。出来損ないのお前は、このだらしない長い髪を丸刈りにでもして寺にでもぶち込んだろか。いっそのこと山で出家でもしたらええねん。それは勘弁してくれ。まあそれは冗談やとしても、アスナさんにしてきたことはきちんと罪を償うんやで。罪？お前は立派な犯罪者なんや。おかんとアスナさんはこの証拠を持ってお前を警察に突き出す。警察なんて大げさな。アホ、あんたはお腹にいる子供をバットで殴ろうとしたんや。それもあんたが妊娠させた子供やで。最低や。これは立派な殺人やで。おかんはあんたには絶望したわ。人手なしのあんたには絶望したから、今日からあんたのおかん辞めることにしたわ。せやから私のことは元世話係のみちこさんって呼んでな。え、母ちゃんひどいよ。だから私はあんたの母ちゃんじゃなくて元世話係のみちこさんや。私には息子なんかおらんのや。ケンスケ、私もあなたとはやっていけない。はあ？アスナまで。これを機に離婚しましょう。子供をバットで殴ろうとする父親なんて怖くて一緒に住めないわ。二人して俺をはめて警察に突き出すとか、それでも家族かよ。せやからもう家族じゃない言うてるやろ。何回言うたらわかるんや。そうよ、あなたはもう他人なのよ。そういうことやから、元バカ息子のケンスケさん、元世話係のみちこさんがきっちり警察に突き出すからな。その汚ねえ鼻水拭いて早準備せえ。おまわりさんのとこ行くで。そして義母は旦那の耳を掴んでそのまま警察へ向かった。アスナさん、うちの元バカ息子のせいで迷惑かけたな。気づけへんですまんかったわ。いえいえ、それよりお母さんのスライディング最高でしたよ。スカッとしました。せやろ。これでも昔は格闘技やってたからな。今でもしっかりジムでトレーニングはしてるで。ああ、通りで。まあこれから一人で子育てするんは大変やろうし、いつでもみちこばあさんを頼ってな。かわいいアスナさんのためやったら精一杯力になったるで。もっと強くなるためにまたダンベルも買わなあかんな。いや、もう十分強いと思うので大丈夫だと。そうか。まあバカ息子とは縁を切るけど、アスナさんは私のかわいい娘やからな。なんかあったら時速300キロで駆けつけるで。お母さんは新幹線のぞみ号ですか。でも本当にありがとうございます。それから旦那は私への暴行罪や名誉毀損罪で逮捕され、多額の賠償金を請求されることになった。旦那は警察に逮捕され、会社もクビになり、
世間でも妊婦に暴行を行った最低な男というレッテルを貼られてしまい、再就職もできずにいる。収入がなくなった旦那は賠償金を支払うことができず、多額の借金を抱えることになった。義母をはじめ親戚全員に縁を切られてしまった旦那は頼れるあてもなく、今は治安の悪い場所でホームレス生活をしているらしい。